ございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、玉川駅にございます麺屋ポキオさんにお邪魔しております。こちらのお店は家系のラーメンを提供しておりまして、今回は5種類のラーメンをいただきに参りました。今ね、料理の方を作っていただいているので、完成まで少々待ちたいと思います。はい、ということで、ただいま一杯目到着いたしまして、こちらの方がね、今通常一番看板メニューとなりますポキオラーメンの具材がね、全部のせとなっております。それでは、早速といただきます。家系なんでね、まずこのスープを、うわ、こいや、これ濃度すごいな、まちょっとこれ、ね、麺が我慢できない。あ、うまっ、うんうん、あ、うまっ、うん、スープ自体ね、骨の濃度、これはね、すごい高いんですけど、醤油とかのその塩分に関してはそこまで高くないので、濃いんだけど、とっても食べやすい。うまそう。こちらがね、背脂醤油ラーメンだそうです。背脂ちゃっちゃけ、めちゃめちゃうまそう。いや、いただきますと、うん、あ、いいね、あ、これもうまい、うん、うまい。結構ね、すっきりしてるんだけど、背脂のね、コクがあるので、うまみがね、やっぱり強い。こっちの麺はさっきのラーメンと違って、細麺のちょっとストレート麺な感じですね。うん、うまっ。あ、これもうまいな。うん、で、先ほどのポキオラーメンの方は家系ラーメンなんで、麺がね、あの、高水気味なんですけど、こちらの方は結構ね、低加水のパツッとした歯切れのある麺で、これがね、この醤油ラーメンのこの背脂のコクとものすごい合いますよね。これはね、これでまたうまいよ。3杯目ですね、到着いたしました。平日の夜限定で提供している油そばだそうです。トッピングもね、かなり豊富だね。はぁ、じゃあとりあえず、いただきますか。麺は、あ、やっぱそうね、太麺ですね。ちょっと混ぜる前に麺だけで、
ったことで。あ、どうも。思うけど、もっとなんか不思議。あ、うまい。あっさりとしたなんか醤油ベースのね、お好み焼きって感じかな。カツオの香りが強いので、うまみも強いし香りも強いね。味変用にね、このラー油とマヨネーズもいただいたので、これ入れていきましょう。こちらのメニューでこの追い飯がついてくるみたいなんで、最後ご飯入れちゃいます。いや、これめちゃめちゃうまそうじゃない。間違いないね。うめえ。ただいま4杯目到着いたしました。こちらがね、 G 戦場のポキオという、ジャンルでいうと GK ラーメンになる限定商品となっております。またね、全然見た目が違うんですよね。ちょっと楽しみ。2杯目に食べたね、あのあっさりの背脂醤油に関してはそこまで乳化してない感じなんだけど、これはね、もう完全に乳化系のスープになってて、普段ね食べるような二郎系とは若干もちろん系統は異なるんですけど、このニンニクの風味とかね、脂の甘みが効いててめっちゃ美味しい。このね、家系の太麺とも違うっぽいぞ。かなり角のしっかりしてる太麺ですけど、これがね、ものすごく合う。スープがね、しっかり染みてて、しょっぱさとか旨味とかも含めてがっつりしてる。はい、ということでただいまね、5杯目到着いたしました。こちらはグレンのポキョという辛いラーメンなんですけれども、このメニューがね、通常1から2から3からで、今回いただくこの終焉っていうレベルのものがありまして、今回の終焉食べきった方には終焉の復讐っていうのがあるみたいで、そのさらに上に完全降伏っていう、もう絶対にね辛い、もう完食した人は食えないんですけど、やばいやつがあるらしいんですが、今回は、通常ね頼める辛さの中でも一番上の一応終焉っていうものを注文させていただきました。ということで、見ての通りね、スープがねすごいのよ、トロトロなのよ。とりあえずこの5杯目の辛いラーメンいただいていきます。いただきます。すごいねこれ。ちょ、これこれスープから、終焉でも結構辛いっすよこれ。頭から
喉にはガンってくる辛さですね。はい、なんかあのすごい痛い感じじゃないですけど、はい、これ完食した後になんかもうなるのはなんとなくわかるぐらいは辛いですね。おおすごいすごい。そうそう。あ怖っ。本当はね、今日はあの撮影をする前にあのお店の方とメニューの相談をしてたんですけど、もう一発目から終焉の上行きますって言われて、完食したらってルールがあるんでっていう断ったんですけど、断ってよかった。ここね、限界だ俺の。僕はちょうどよかった。本当に思ってます。ちなみにこれは食べられます？この辛さは全然私は食べれません。美味しそう。嘘じゃないですか。不思議なことにスープの旨味が残るので、はいはいって言いながらも最後まで皆さんスープだけちょっとずつ飲むっていう。あっこい。じゃあちょっとこれいっちゃいますか。はい、ということで、ただいまね、5杯ラーメンいただきまして、動画見てもらったら分かる通り、この家系からね、このあっさりだったり辛いのも含めてね、いろんな種類があるポケモンさんなんですけど、今回いただいた限定の他にもいろんな限定があるので、気になる方はぜひこのポケモンさんね、食べに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。